サファリではプライバシーを守るのも簡単。早速やってみましょう。まず設定をタップします。次にサファリをタップ、履歴とウェブサイトデータを消去をタップ。これでこれまでに訪れたサイトの記録がすべて消えます。消去する履歴やウェブサイトデータがないときは、この設定は灰色で表示されます。ウェブサイトに機能制限がかかっている場合も灰色になります。では履歴とデータを消去をタップしましょう。iCloud でサファリのデータを同期している他のデバイスからも消去されます。クッキーをブロックすればプライバシーをもっと強化できます。クッキーは訪問した人を識別するためのデータです。重要ではないクッキーはサファリが自動的にブロックしてくれますが、全部ブロックしたい場合は全てのクッキーをブロックをタップ。確認のためにもう1回タップ。クッキーがないとうまく機能しないサイトもあるのでご注意ください。訪れるサイトの履歴を残したくない場合は、プライベートブラウズをオンにしておきましょう。これをオンにするには、まずサファリをタップ。そして画面の右下にあるタブアイコンをタップ。プライベートをタップして、完了をタップ。さてと、では本物のクッキーでお茶にしましょうか。このチャンネルでは、このような使い方のヒントをたくさん紹介しています。ぜひご登録ください。他のビデオもどうぞ。